賃貸は長崎県松浦市にある友人島である。島の南東部に賃貸漁港があり、定期船が発着する。古くは南東と呼ばれ、現行襲来の場となった。島には宝の浜海水浴場、小安観音がある。水産業が島の基幹産業であるが近年は、 高齢化が進み船を出せなくなる漁師も増えている。人口減少が進む中、鮮魚や水産加工品を売り込み島を活性化させるために、島民全員が社員となった、社団法人、チンタオが2016年に設立された。北松浦半島北端の津崎花の北東約 1.2km 沖に位置する。伊万里湾の湾口部にあたり、約3トル東には、 高島がある。潜水は、ボンベの使用を禁止し、漁師ごとに金量器を設定するなど水産資源を守る、漁法が代々継承されている。魚と塩だけで作る手作りかまぼこ、チンタオかまぼこ。ABCDEF、宝の海を永久資源にする、チンタオ千年練を未来へのこそう。株式会社トラストバンク。年月日閲覧。 AB 長、先の島長崎の島紹介、平戸、平戸のプロフィール、長崎県企画振興部地域振興課、松浦、鎮太を設立、活性化へ、東見一丸で奮闘中占領売り込み、市も支援、長崎、毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20170127/ddl/k42/040/267000c2017 年12月10日閲覧。行きつき学講座ナンバーワン17、潮見神社と、七郎神平戸市行きつき町博物館 AB、陳太のご紹介。 長崎県松浦市太貸名産オンラインショップ、ヨカバイ賃貸。2017年12月10日閲覧。吉永夏美。謎の観音図をみんなで突き止めた。 n h k ニュースウェブ、h t t p s w w w n h k o r j p s e i k a t s u b l o g 8 0 0 2 8 7 4 9 9 h t m l 2 0 2 0年9月21日閲覧。ありがとうございます。